マイケル・ラマー・ポーター・ジュニアは、アメリカ合衆国、ミズーリ州コロンビア出身のバスケットボール選手。NBA のデンバーナゲッツに所属している。ポジションは、スモール・フォワード、パワー・フォワード。身長208センチメートル。地元のミズーリ大学コロンビア校に1年間在籍し、2018年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。ドラフト名全体位で、 デンバーナゲッツから指名されて入団した。大学進学後に腰を痛めて手術していたため、当初の評価よりかなり低い指名順位であったとされている。ドラフト翌月の腰の再手術により、2018から19シーズンは全休となった。自身1年目となった2019から20シーズン、2020年8月3日の オクラホマシティサンダー戦で自身最多の37得点を記録し、2日後のサンアントニオスパーズ戦でも30得点を記録した。このシーズンは55試合に平均16.4分の出場で9.3得点4.7リバウンド0.8アシストなどを記録した。プレーオフでも全試合に出場し、カンファレンスファイナル進出に貢献した。特になし。ありがとうございます。